はい、この写真はですね、真夏にプールで遊んでいる子どもたちとその父親を撮影したものなんですね。それぞれにちょっと目線を入れているので分かりにくいと思うんですが、父親を見てください。実はですね、顔の上側と下側がずれているんです。上部と下が横にスライドしている状態なんですね。口元だけが左側に移動してしまっているんです。これはかなり怖い心霊写真だと思われます。以前も回転木馬の心霊写真というのを紹介したことがあるんですけれども、霊体が映りやすいんでしょうか。今回もですね、回転木馬なんですね。これは乗っている子どもの顔がきれいにかき消されてしまって、後ろの背景が映ってしまっているという写真なんです。ここまで消されてしまうとかなり不気味なんですね。シャッターを切った時に顔の部分に霊体が通過した。または先祖からの警告のようなものだと言われています。この写真は今から40年くらい前に撮影をされました。学校で友達が集まって記念写真を撮影したものなんですけれども、もやもやとしたものが浮かんでいるんですね。この写真を90度回すとよくわかるんです。大きな中年女性の顔が映り込んでいたんです。しかもですね、カメラ目線であるにもかかわらず目の中の瞳孔は映っていないんですね。心霊写真に出てくる幽霊のほとんどが黒目、瞳孔がないんです。瞳孔まで映り込んでいるものは生き霊、またはですね、動物の幽霊が人間のふりをして現れたものだと言われているんですね。この女性は学校に関係のある人なのか、それとも被写体の女の子たちに関係した霊体なのか、昔の写真なので今となってはわからないです。はい、これはアンビリーバボーという番組でですね、以前心霊写真を紹介していた番組なんですが、これで紹介された大変恐ろしい心霊写真なんです。見たことある方も多いと思います。この男性はですね、中国の川沿いにあるオープンカフェに座っているところを撮影されたんですね。もともとこの写真っていうのはカップルを撮影した時に右側にこの男性がいたんです。するとその後ろのありえない位置に女性の顔が浮かび上がっています。目はですね、伏せ目がち、そしてとても不機嫌な様子がうかがえるんですね。なぜこの女性の幽霊がこんなところに現れたのでしょうか。また霊体が水場を好むというのは本当のようです。この写真はですね、ある映画の一場面をキャプチャーしたものなんです。女性の背後に生首が映っているのが分かりますね。明らかに首だけが浮かび上がっていますので、生きている人の顔ではないことが分かります。しかもこの女性はですね、撮影者を微笑みを浮かべて見ているように見えるんですね。髪の長さからこの生首は女性だと思われますが、どうして出てきたのでしょうか。これはアンビリーバボーという番組で紹介された心霊写真なんですね。とある場所の断崖から下の海を撮影したものなんですけれども、なんとその海にですね、はっきりと白い着物の女性が映し出されていたんです。しかも髪の毛が逆立っているように見えるんですね。とても恐ろしい写真なんです。ここは飛び降りの自殺の名所としても知られてて、もしかしたらその志願者の霊体が現れたのかもしれません。こういう場所にはですね、遊び半分では行かない方がいいでしょう。これは海外の祭壇を撮影したものです。白いもやがですね、全体を覆ってて、ところどころ形になった部分もあるという、とても奇妙な写真なんです。おそらくローブのようなものを着た古い霊体が出てきているのではないでしょうか。これは恐怖を感じるというよりは、精霊のようなものが出てきているような